皆さんこんにちは、シナタンです。今回は私レブロンのウルトラ HD マットリップカラーシリーズが大好きなんですけど、そのシリーズから新色が出たのでそれをレビューしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということでレビューしていくんですけど、今回出た新色が3つあって、じゃん、この3つにあります。今まで持ってたレブロンのリップがこれになるんですけど、これはもう本当にマットでラメも全くないです。なんですけど、新しく出たこの新色がすごくって、仕上がりは同じマットなんですけど、この3色だけはメタリックの仕上がりになります。ちなみに匂いは今までと変わらず、クリーミーマンゴーとホイップバニラの匂いです。で、このリップは表面のシマーのきらめきで大人っぽさとゴージャス感をプラスされるそうです。本当にこれ塗りやすいし、仕上がりも私気に入ってるのですごくおすすめです。では1つずつ手に塗っていきます。まず最初にこちらの690番のグリームを塗っていきます。塗るところは前と変わらずこんな感じになってます。はい、こんな感じの色味です。ちょっと肌の色と同化してあんま分かんないかもしれないんですけど、本当に細かくキラキラしたラメが入ってて、すごいツヤツヤしてるように見えるけど、リップ自体はマットなのですごい密着してくれそうな感じがします。続いて700番のフレアです。はい、塗ってみるとこんな感じになってます。ちょっとオレンジがかった赤色になってて、これはすごく普段使いしやすそうな色味だなと思います。で、ラスト、これ私一番気になったんですけど、705番のシャインです。はい、こんな感じでちょっとプラム系の色味なんですけど、私やっぱりこういう暗い色がとても好きだなって思います。では一つずつ塗っていきます。はい、まず690番のグリーンはこんな感じの色味です。私肌がくどいのであんまりリップの色伝わらないかなと思うんですけど、そんなに濃くはない気がします。だからなんかマットなリップの上にこれを重ねてちょっとメタリック感を出したい時とか、そういう時にいいかなと思います。多分これ単色で塗ることはないような気がします。こうやって唇を重ねてみてもラメはあるんですけど、そんなにダラダラする感じもなくてすごい滑らかな感じです。本当にツヤがなくって仕上がり自体はマットなんですけど、その中でもちょっとラメが入ってることによってメタリック感がプラスされてます。すごい新しいリップだなと思いました。はい、次、はい、700番のフレアです。この色本当に使いやすい色だなって思いました。そんなに主張しすぎない赤っていうか、ちょっとオレンジがプラスされてることによって肌なじみがすごくいいなと思います。赤リップっていうよりはコーラル系なリップな感じがします。よくこのリップなんか塗るの難しいっていうコメントをいただくんですけど、私的にはこうやって出してもらって、ちょっとここら辺で自分なリップを切ってもらって、でこれをいきなり唇の縁にかたどるように塗ってしまうと、ちょっと外側にリップがいっぱい出てしまって固まってしまうので、私は内側からこういう風に塗るようにしてます。でそれをだんだん外側に伸ばしていく感じで塗ってもらうと多分うまく塗れるかなと思います。はい、次、はい、705番のシャインです。やっぱり私この色が好きだなって思います。なんかこういう暗い色を唇に持ってきてあげると顔に深みが出るっていうか、ちょっと大人っぽくなれる気がするので、なんか大人っぽくなりたいなっていう方とか、クール系の洋服とかよく着るなって方は絶対このリップがおすすめの色だと思います。ちょっとこういうリップつけるとなんか顔の色味がなくなってしまって顔色が悪く見えてしまうっていう方とかがいれば、チークとかを鮮やかな色味にしてあげると血色感が出て顔色も良くなるかなと思います。本当にこの新色のリップはすごいメタリック感が出るので、これつけるだけで一気にオシャレ感が出るかなと思いました。ちょっと今日は唇にインパクトが欲しいなっていう時や、なんかパーティーとかハロウィンとかでも使えそうな感じだなと思います。でそんな思ってたよりもメタリック感がすごい主張してるわけではないので、普段使いもできるようなリップだなと思いました。やっぱりこのリップすごく可愛いんですけど、ラメが入ってる分周りにラメがついちゃうことがあると、ブラシとか筆がないと落とせないなと思うのが、そこだけがちょっと残念かなとは思うんですけど、そこさえどうにかできればすごいいいリップだなと思います。私本当にこのリップずっと探してて、発売した時から4件ぐらい見てもらったんですけど、どこの化粧品売り場にも売ってなくって、やっぱりプラザとかロフトとか行かなきゃ売ってないのかなと思ったんですけど、運よく地元のスーパーに化粧品売り場があってそこに売ってました。新作のコスメとかってすごい売り切れちゃうのが早いと思うので、ぜひ気になった方は急いで着てみてください。はい、3色比べてみるとこんな感じです。やっぱり誰でも使いやすいなと思うのはこの700番のフレアっていう色味なんですけど、私は705番のシャインという色がタイプです。
690番も私肌が黒いのであんまり発色が分からなくってちょっと顔色悪く見えちゃうかなと思うんですけど、肌が白い方とかだったら全然普通に馴染みやすい色かなと思います。はい、こんな感じで今回はレブロンの新色3色レビューしてみました。まだ分からないこととかあったら全然コメント欄で質問してもらえればなと思います。結構コメントとか Twitter のリプとかでもレブロンの新色レビューしてほしいですっていうコメントがたくさん来てたし、でも本当にこのレブロンのウルトラ HD マックリップカラーシリーズ大好きだったのでこれは買わなきゃと思って今回レビューしてみたんですけど、少しでも参考になってくれればなと思います。またなんかレビューしてほしいコスメとかあったらぜひコメント欄でコメントお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。